Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact et il est temps de continuer les quêtes de Niyang. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Il est donc temps de réveiller Mistagette. Bon, c'est des dialogues qu'on avait déjà vus, hein. Bon, on va dire autre chose, j'étais un peu stressé. Alors ça, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Disons celle-là alors. Faisons quelque chose que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. C'est ce jeu qu'on appelle le Milo Alioué. Comment comptez-vous susciter l'intérêt autour de votre jeu ? Vous avez l'intention de créer une pièce à mon effigie? Donc comme ça que vous comptez rendre votre jeu populaire. On remonte. Est-ce que c'est dehors ou... Ouais, dehors. Donc si je vais sur la carte, il me dit d'aller où? À lui, ok. Bon, je me téléporte, on se retrouve au marchand, je suppose. Ara, Yoko-san to Tabibito-san ya arahen ka. Shiriai na no? On s'est déjà rencontré. Sonai mizukusai koto iwan toite yo. An toki, uchi wa jibun no ichiban taisetsu na mon go anta ni oshieta tte iu no ni. Anta no sono taido, hakujou chun ya de. Kyou mo kigen ga yosasou ne. Itsumo no you ni
特別なことは何もあらへんかったけど、お二人の姿を見ることができて少し元気が出たんよ。冗談はさておき、今日は何の用やろか。以前駒を作る話はしたわよね。今日は彼の採寸をお願いしたいの。Mais elle est dans la vente de porcelaine, non ? 職業について語る前に、うちは一人の女の子なんよ。以前、うちから高校の作り方を教わったやろ。あれ、女の子が若き日々を愛し、裁縫に長けているんはおかしいことの？うぐいさんの腕は、リーユへの有名な裁縫師たちにも決して劣らないの。私も何度か依頼させてもらったことがあるのよ。あ、そういうことやったん。旅人さんの言う通りや。すんまへん、言葉の裏の意味を理解できてへんかったうちが悪かったわ。道具は部屋にあるさかい、好きに使うてや。うちのような陶磁器をなりわいにするものはいつものように外で商売をしとるさかい。Comment est-ce que j'ai fait cette suggestion? それって私にやらせるということかしら。旅人さんが言いたかったんはそういうことやろ。Attends, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 冗談や冗談。うちはただお二人がこれ以上あらへんほどお似合いやったからついからかってもうただけや。ほら、中へどうぞ。あんたの体をじっくりと見てあげるさかい。On est d'accord, je peux encore partir. Non? Shit. Ah, comme n'importe quel tout à l'heure, je le ferai. 今後街で変な噂を耳にしたら、真っ先にあなたを疑うことにするわ。それは旅人さんのことを言うてるんやろか、それとも駒のことやろか。どちらもよ。Comment ça, je suis confidentiel? C'est quoi ça? 大丈夫。言ってはいけない冗談くらい理解しとるよ。秘密は秘密であるからこそ味が出るんや。J'espère vraiment que vous savez où sont les limites。誤解を招くような表現はやめてほしいわ。まあいい、行きましょう。また春光用に遊びに来てな。あなたを彼女の元に連れて行ったのを少し後悔しているわ。え、c'est toi qui voulais une pièce, hein? 私は別に構わないけれど、あなたが気まずく感じていたら申し訳ないわ。Ouais, j'ai déjà fait à l'aile, donc ça va. 採寸も終わったし、明星祭で作ってもらいましょう。À la bijouterie maintenant, c'est parti. ようこそお越しくださいました、行幸様。本日はどのようなご用件でしょう。この前、駒を作る話はしたわよね。旅人の寸法を測ってきたから、これで作業を進めてほしいの。かしこまりました。確認させていただきます。はい、問題ありません。必要な情報は揃っていますので、後で職人に手配します。ええ。それと以前言ったように、最も優れた材料を全体に使ってちょうだい。かしこまりました。行幸様のご要望であれば、全力でお答えいたします。ですが、友人としての立場から言うと、想定している販売価格では元本を取り戻せるかも分かりません。製造費だけでなく、良質な原材料は入荷を待つ必要があり、それによって工期も伸びるため生産量が限られてきます。大丈夫よ、もともと利益を得るためにやっているわけじゃないから。これまでの木々は多かれ少なかれ商業的で、普及することを考慮してきたものだった。でも今回は記念という側面の方が強いの。それにほら、軍玉閣の駒の試作品もすでに長い時間をかけているけれど、
一度も催促していないでしょ。 La chambre de Jade? Attends. La chambre de Jade est dans ce coffret? そうよ。あなたの駒と同じように、軍玉閣も駒として登場するわ。しかも、大きさもある程度確保してね。Je comprends pourquoi Xingyi est inquiète maintenant. そうですね。それに、利益のためじゃないなんて言葉が、まさか行幸様の口から出てくるとは。なんというか、普段の印象とは全く違います。商売の話をする上では、必ず損益という言葉が出てくる。常に合理的な判断をする。そうすることで、精明な取引を行えるわ。けど、あまりにも合理的すぎる。他人からは金儲けのことしか考えていない人間味のない人物だと思われてしまう。確かに仕方のないことだけど、実際に取引する中で多くの抵抗を感じてきたわ。例えば同じ取引条件だったとしても、私への反感から商品を他に売られたことがあるわ。また投資に関しても、明らかに私の方がいい条件を提示しているにもかかわらず、相手から不信感を持たれてしまうこともあった。行幸はきっと何かを企んでいるに違いない、そうはさせるものかってね。そうだったんですね。けどオセルとの戦い以降、こういった状況にはほとんど遭遇しなくなったわ。なぜなら、私が自分の軍玉閣を壊したことを、リーユへの誰もが目の当たりにしたから。これが私の出せる最も適切な答えよ。なるほど。行幸様が言いたいのは、あの時軍玉閣を失いはしたものの、その代わりとしていい印象を得ることができたということですね。利益を求めずに駒を作るのも、行幸様がリーユエコーに貢献したことを記念したかったからというわけですか。軍玉閣を落とし、リーユエを守った。この取引の影響が続く限り、きっと今後の商売もうまくいくことでしょうね。ええ、その通りよ。よく言ってくれたわ。さすが行幸様、まさに我々商人にとって最高のお手本です。これで理解できました。確かにこの駒は、たとえ利益が出なくとも丁寧に作るべきですね。それじゃ、引き続き作成をお願いね。それと、旅人を参考にして駒を作るというのを忘れないで。彼を失望させてはダメよ。最善を尽くしますので、ご安心を。さて、これで一段落ついたわね。まだあなたに話したいことがあるの。一つ質問してもいいかしら。あなたの本音を聞かせてちょうだい。J'ai toujours répondu de manière sincère, vas-y. その代わり、私も本音であなたに答えるわ。明星祭で話したけれど、私は軍玉閣を落とすと決めたとき、すでにその取引の損得を計算していた。あなたの目には、利益しか考えていない薄情な商人として映ったかしら。Alors, ah, pour être honnête, oui, ça m'a un peu déçu. Deux, je pense que vous essayez juste de limiter les pertes. L'important, c'est ce que vous avez pris les devants comme il le fallait. Je pense que vous essayez juste de limiter les pertes. Eh, 私からすれば、あの時点で軍玉閣を放棄することは、もう決まっていたようなものなの。損失を取り戻すというより、精神的な慰めと言った方がいいかもしれないわね。正規の前で私は嘘をついてしまったわ。軍玉閣を落とすと決めた時、実はそこまで考えていたわけじゃなかったの。ただこれは自分のやるべきことであり、自分にしかできないことだと思っただけだった。私の財産はリーユエコーがもたらすもの。それを失うことは、すべてを失うことに等しい。
だから軍力核を手放すことも長期的な投資として有益だと私はそう自分を慰めたわ。だけどそれで苦しみが和らぐことはなかった。心に大きな穴が開いてしまったように感じたわ。だって私が手放したのは私の旧友なのだから。あの海をどれほど呆然と眺めていたことか。でも自分を慰めたとして一体何の役に立つというの。その後たくさんの方から手紙やお礼の言葉をもらったわ。彼らは皆私に対する考えが変わったと、私が彼らの道を照らす光になったと言ってくれた。私はリーウェ港の安寧と引き換えにためらうことなく軍力核を手放した。だから彼らも私と同じように決意し前へ進むことができたのだと言っていたわ。その言葉を聞いて私は救われた。私の旧友の犠牲は意味のあるものだったと思えた。Je ne pense pas qu'il était nécessaire de mentir. 別れを惜しみ悲しみに暮れている行幸様では説得力に欠けてしまうわ。このような本当の私はあなたにしか打ち明けることができないの。Je me sens spécial, fais attention. 私は皆が想像するほど強い人間にはなれないのかもしれないわね。Vous en êtes très bien sorti. 慰めてくれてありがとう。口に出したら気持ちが楽になったわ。ごめんなさいね。見苦しいところを見せてしまって。こうして再び軍力核の外に立ち、目の前の景色を見ることができたのも、運命からのお返しだと私は思っているの。もし次があるなら、いえ、次も必要であれば、その時も私の決断が変わることはないわ。Une volonté inébranlable. Et donc, au niveau des quêtes ici, les gens peuvent récupérer la récompense, par définition. Voilà. On devra retourner au même endroit avec le jour de congé pour faire trouver une autre option, une autre fa. Donc, ça, on fera ça lors du prochain épisode. Et il nous restera de toute manière encore deux fa à faire hors congé. Ok. Ben nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins 3 mois. Une vidéo par jour sur la chaîne. N'hésitez pas à prendre soin de vous, c'est le plus important. Bye! Katana wa ocha to onajiku, teinei ni ajiwatte koso, honrai no omomuki ga wakaru mono desu.